岡崎夫婦。こんにちは。夫婦ラジオです。ここではフィリピンセブ島生活で感じるあれこれをお題に沿って我々のままに話していきますよと。はい。お願いします。ですね。マルコポロ。渋滞について。渋滞ね。暑い中喋っておりますが、渋滞どうですか。もう渋滞本当にひどいんですよね。もう誘導、通勤ラッシュの時とか帰宅ラッシュの時は、まず外に出ようと思わないよね、あんまり。ああそう、ね。何がない限り。こっちでの通勤ラッシュって何時ですか。朝6時ぐらいから始まって7時8時。わあひどいよね。で夜は。4時ぐらいからもう発生し始めて、6時7時まではラッシュアワーみたいな感じですかね。だからもうその時間帯にあんまり外には出たくないよねって感じ。そうだね。だからご飯もし食べになんかちょっと外のとこ行くってなったら、あえて夜にしたりする。ああもうずらした方がいい、混んでるしね実際。その道路だけじゃなくて渋滞はもうひどくなる。まあフィリピンでいうとマニラはもう渋滞すごい国って言われ、あの場所って言われてたんですけど、ことセブンに関しても結構もう今最近ひどくなってきていて、でなぜそれが起きるかっていうと、その車のもう喋ったっけ、車ってここって車っていうお題はあったね。その車で各家に1台はあるっていう状態なので、雨が降るともう車出動みたいな状態になるんで、ひどい時はもうひどいという感じですかね。やっぱり電車とかがないので、日本みたいにその交通においてはもう基本的に、私自転車が乗れるほどのいい道路でもないですし、暑いし、渋滞とにかく、そう確かにラフロードのところがもう自然発生的渋滞があるんで結構きついよね。そうあと信号が ないところも多くて、それも渋滞の一つの原因なんじゃないかなっていうふうには思いますね。なので中央分離帯じゃないですけどってところで結構もうみんな縦横無尽にこうガチャってなって、あそこでなんか止まってるところとかね、確かにあってなると、でも最近でこそその渋滞解消のために交通整備員みたいなポリスなのかあれは何なのか分からんけど立ってくれてるから、そのマニラでなんかその駐車禁止が出て、市長に命令されてね、メトロマニラの前市長が、で勝手に止められなくなったっていうのも多分影響にあると思います。その道路交通省みたいなところが、確かにセブでも働きかけがあって、で最近立ってるよね、よくね、いいよね、道路整備の人が。その信号がないんで信号の代わりに人が間に入って整備してるような感じ。あれありがたいよね。ありがたい。あれ結構解消され気味なんかなって。多分大統領もドゥテルテさんもそこは頭悩まされてると思うんで、解消傾向にあるんから、あと車の数などかしてくれたらね、なのでそのためにね、ジップに減らして大型バスをこう取り入れようとしたりとか、それもあるし、あれじゃん、橋も問題やん俺らって。そうだねマクタン島からセブ島に橋がかかってるんですよ、日本。それ日本しかないんで、そこがかなりの渋滞を生むので、マクタンクカラーとかでマクタン島に行くってそのラッシュアワーの時間とかも終わってるんで、目標というか4本は今後橋が渡る、全部で4つ橋が立つで、今3本目が、できようとして建設中なんですけど、それができればまたかなり、橋の渋滞というのはなくなるのかなみたいなのは感じますね。ただ今でこそ、2本走ってるんですけど、1本やった時代があるって思うと非常に僕もゾッとするなって、あれ1本やったら動かんよね。だからやっぱりラッシュアワーの時は本当、みんなセブシティに集まって、仕事とかね、経済の中心に集まってくるので、マクタンからもそうだし、セブンの南北からもこうセブシに通勤しに来るんで、そこもまた大変だよね。北に帰るコンソラションとかに帰るとか、それもひどいね。下にの方のね、
葉に変える人とかも結構大変そうだなって思って。だからその車の中で、いかに、有意義に過ごせるかみたいなところが多分こっちで生活する上で、重要になってくるかな。なんでデバイスで本読もっとくとか、本も準備しておくとか、そういうのは結構大事になってくるのかなと思います。じゃあもう5分経ちました。はい、はい、暑いです。さあ、じゃあねー。こちらのチャンネルではセブ島在住の夫婦がセブ島のリアルな生活事情、旅行や留学で役に立つ情報をお伝えしております。ご視聴ありがとうございました。